皆さんこんにちは。スリースレッズベースの友です。今日もよろしくお願いします。今日は第14話になりますね。まず最初の話題は、先日行われたミューディアのムービーグランプリ第4弾になります。セミファイナル準決勝だったんですけど、11月21日に開催されまして、ちょうどその時ですね、僕らバンドで、12月のライブのリハーサルをやってたところだったんですけど、みんなでグランプリ、顔出しをしてですね、すごく楽しかったです。ちょっと僕が見切れてたかもしれないですけど。このムービーグランプリには、フル出場になってるかな、確か。はい。ボリューム1からずっとご出演いただいている、方なんですけども、はい。スリースレッズというバンドさんなんですけど、今回は、いつもはね、待ってください。いつもはね、ベースの友さんが、そうそうそう、がご出演いただいてるんですけど、はい。本日は、なんとメンバー全員初出演ということで、よろしくお願いします。そうそう、しくてすいません。出た。はい、メンバーいる全員。はい、今日はあれですね。スタジオ。うわ、嬉しいな。はい、早速なんですけど、スリースレッズさんは皆さん自己紹介お願いできますか？はい、よろしくお願いします。スリースレッズです。全員50代で頑張ってます。アドルトバンドです。カメラ回します。まずはドラマーのダニエル、はい、ドラマのダニエルです。よろしくお願いします。Vocals Ken. Yeah. なかなか、やっぱ僕もいろいろね、このムービーグランプリ1年やってきて、トモさんとはずっと話してて、なかなかスタジオも入れへん状況やって、最初の方は言ってはって、あ、確かに、でライブもなかなかできないって言ってはったので、もうこれからどうですか、活動の方は今、トモさん。おかげさまで、緊急事態宣言も少し緩和されたんで、今日こうして東京にボーカルのケインも、来れるようになってですね、12月にライブもできるようになったんで、またこの後ちょっと PR させてください。そう。はい、ありがとうございます。ではですね、早速、本日楽曲ご紹介させていただきたいと思いますが、本日はい、ありがとうございました。聞いていただきました、スリースレッズさんの、カバー楽曲ハッピーメザーでした。池地さん、いかがですか？いやー、なんか俺今までのさ、スリースレッズってやっぱ結構違うね、これ。違って聞こえるね。いや、スリースレッズさん、僕やっぱり、ほう、なんかすっげえ、なんかもう、でも、イントロ始まった瞬間ちょっと笑っちゃったけどね。ドロロロ、いきなりパラリドル入った、みたいな。ダニエルさんのドラムすげえな。曲が一瞬引き戻されるんだけど、みたいな。でも、なんかこれ、僕ね、なんか聞いてて全体的に、なんか今までのスリースレッズさんのイメージとちょっとまた全然違ってて、まあこんなこと言っちゃったら、なんか、ちょっとなんかそっちに偏っちゃってる感じに聞こえちゃうかもしれないですけど、スティーブ・ベリーっていうか、ジャーニーってほら昔バンだったじゃないですか。そのジャーニーの初期の時の、なんかああいうこうスカーンと抜けてる感じが、なんかめちゃめちゃして、あれなんかすっげえ懐かしいんだけど、俺、昔なんか、首都高でめちゃめちゃぶっ飛ばしてる時に聞いてたみたいな。これってあれですか？これスタジオで入ってやったのか、ピアノの音が入ってるじゃないですか、これ。ピアノの音は、カラフルパレットさんの、音源を借りて、半音下げて、録音してるんですね。それで、他はみんな、当時、緊急事態宣言中だったんで、家で録音したのをみんなで集めて、重ねてます。じゃああれですか、なんかクリックとかそのピアノがあった状態で後で重ねてるんですか、やっぱり。そうです、そうです。ダニエルのドラムありきで。なるほど。そうっすね。なんか僕聞いてて、なんかあれと思って、そのピアノのそのがやっぱりそのグルーヴがちょっと違うんだなと思って、なんとなく聞いてて、でもやっぱスリースレッズさんになるんですね。ギターソロすごいね。すごいね。だってごめんなさい。なんか、すると友達感覚で喋っちゃいましたけど。あれはテズさんが弾いてるやつですか？ソロ。ソロギターソロは。
フェズが弾いてる。あ、僕弾いた。ルル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 曲が、やっぱり、なんかこうやってカバーやるのいいかもしれないですね。なんかね、あのも聞いてみたくなっちゃう。素晴らしいな。はい、今の MV の最後のメンバー紹介みたいなテロップあれ良かったですけどね。あれちょっと余計だったかも。え、本当に？いや、でもあれ、トモさんまたやられ、あの、編集されたんですか？はい、ごめんなさい。もう一回お願いします。トモさんが編集されたんですか、あれビデオ。そうです、そうなんですよ。やっぱそう。もううち全部手弁当でやってるんです。いや、全然いいと思いますよ、僕、全然。あの、僕ね、スタジオのね、実際セッティング見たかったっすよ。あの、ダニエルさんのドラムとか、あの、りょうさんとか、ゼンさんの、あの、どういう、アンプとかど、何をどうなのみたいな、見たかったっすね、はい。僕も最初そう思ってたんですけど、Wi-Fi が届かなくてですね。急遽場所を変えることになっちゃいます。ああ、そうなんですね。いや、でもなんか、その辺もね、なんかちょっとまた今度お伺いできたらいいなとか思ってたんですけどね。はい、そうなんですよね。スタジオ内って防音扉で Wi-Fi 切れるんですよね。あ、そうだよね。開けっぱなしにしとくわけにいかないもんね。そうそうそう。そっかそっか、はい。でもこれであの、決勝まで進ませていただければ、次必ずスタジオから。ありがとうございます。楽しみにしております。はい。というわけでございまして、で最後にね、あの、スリースレッズさんの方から、ご視聴の皆様に PR いただきたいなと思うんですけど、お願いできますか？はい。あの、先ほど申し上げたように、あの、やっとこれで活動がなんとなく再開できるようになりまして、12月12日、来月の12日ですね、に、新横浜のリットで、久々にお客さん入れての有観客ライブが実現できますので、ぜひですね、皆さんお越しいただきたいと思ってます。あの、ミューディアのムービーグランプリの僕らの PR のところに、あの、リンクを貼ってですね、あの、詳細が分かるようになってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。12月に新横浜のリッツでタイムが決まっているということでございます。スリースレッズさんの、あの、ミューディアのアーティストページから、そちらリンク飛べるようになっているとのことですので、ぜひそちらチェックください。はい、というわけでございまして、最後にね、みんな映してもらいますさ、はい、はい、スリースレッズさん、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。その日午後11時59分59秒まで投票時間があったので、家に帰ってですね、ちょくちょく見たりしてたんですけど、まあ残念ながら、いい線は行ったんですけど、確かトップから1万票以上水を開けられてですね、残念ながら敗退をしてしまったんですね。またかと思って、もう何度も繰り返し言っちゃうんですけど、僕らね、ほんと勝てないんですよね。決勝までは行くんですけどね、優勝ができない無冠のバンドなんですよ、スリースレッズって。で、今回はあまりにも勝てないんで、少しでも勝ちやすいように、ハッピーウェザーっていう曲でチャレンジしたんですよね。カラフルパレットさんのハッピーウェザーを以前、ミューディアの別な企画でカバーする機会があって、ご本家公認になったので、早速それをですね、使わせてもらうっていうことで、今回やってみたんですけど、確かにおかげさまで反響もあったり、投票もですね、早いペースで結構上って、来れたんですけど、ダメでしたね。やっぱりシンクってないなっていうかね、やっぱりこう最後の最後爪が甘いなって感じてたんですよ。そしたらね、翌日事務局から連絡がありまして、審査員賞というのがあるんですよ。実は今回初めてじゃないんですけどね、過去にも一回審査員賞っていうのをいただいたことがあったんですけど、審査員賞をいただくと決勝に上がれるということで、起死回生の決勝進出が決定いたしました。応援していただいた皆さんありがとうございます。で、今回の準決勝戦は僕らスタジオにいて電波の届きにくいところにいたんで、スタジオの一角をお借りしてですね、無理やり中継つないでもらったんですけど、今度の決勝戦は12月の12日だそうです。で、この日はですね、ライブの当日なんですよ。で、12月12日の12時からムービーグランプリの第4弾決勝戦が行われるんですけれども、僕らはまた今度遠隔でライブハウスから中継しようかなと思ってます。またメンバー全員登場できると思うので、そちらもお楽しみにしていてください。というわけで、
とってもとっても自然な流れで12月12日のライブのお話に移りたいんですけど、12月12日日曜日、新横浜リットというライブハウスで、モハリットボリューム3というライブイベントに3スレッズ参加いたします。このライブ出演が決まった時も、ロックブラッドでご報告したんですけど、その時はまだ細かい、開演時間とか決まってなかったんですよね。この度決まりまして、会場時間が午後5時、17時になります。開演時間が17時半です。3スレッズを含む、全4バンドが出演することになってるんですけど、僕ら3スレッズは鳥前ですね。僕らの中ではベスポジなんですけど、鳥前の19時から、午後7時からの出演になりそうです。こちらのリンクにいらしていただくとですね、オンラインでチケットをご購入いただけるので、前売り券は2500円、ワンドリンク込み2500円です。当日お越しの方は3000円になります。12月12日は忙しくなりそうですね。ミューディアのムービーグランプリの投票がありつつ、夕方は新横浜でライブです。で、ライブ当日なんですけど、で、前売り買っていただいてですね、いらしていただくことが確定したら、ぜひ3スレッズの方に連絡をいただきたいんですね。っていうのも、守秘義務があるんであんまり細かい話はできないんですけど、当日、3スレッズを見にいらした方々の中から、数人、3スレッズに対する応援メッセージとか、感想とかですね、パフォーマンスに今後期待することとかですね、いいコメント、お願いしますよ。いいコメントを取材をさせていただきたいなと思ってるんですよ。当日、詳しくまたご案内をしますけれども、前売りチケットを買っていただいて、取材も応じれるよっていう方がもしいればですね、ぜひ、3スレッズ宛てにご連絡ください。メールはこちらです。ライブ当日、どんな状況かちょっとわかんないんですけど、ただ、お約束します。取材に応じていただいた方には、漏れなく3スレッズからビールじゃなくてもいいですけど、ライブハウスで何か、お飲み物でもご馳走させていただきたいと思ってます。なので、取材 OK のメールお待ちしております。よろしくお願いします。特にね、バンド全体っていうのもありがたいんですけど、今回のこの取材の趣旨がですね、どちらかというと、ボーカルのケインに照準を合わせてるものなので、ケインのパフォーマンスを中心に、ぜひ温かいコメントをいただけるとありがたいなと思っております。そんな方を募集しております。ケインはね、英語しか喋らないんで、なかなか意思の疎通が難しいかもしれないんですけど、彼もそれなりに頑張ってるんで、まあちょっと多めに見てやっていただいて、話し始めるとね、なかなか気さくでフレンドリーなやつですよ。日本にね、20年以上住んでるのに日本語できないのがなんかすごい不思議なんですけど、そんなもん2、3年いたら、少しは喋れるようになるだろうと思うんですけどね。わざと喋ってないのかな。もしかしたら会話とかは全部わかるんだけど、わざと喋ってないのかもしれないですよね。僕らに見せてないだけで。それだったら嫌だな。同じように海外から日本にやってきて、結構長いこと活躍してる人って、このハードロックヘビーメタルの世界で言うと、マーティ・フリードマンってご存知ですか？マーティ・フリードマンってメガデスの初期メンバーだった人ですよね。超絶素晴らしいギターを弾く人なんですけど、僕メガデス時代のマーティ・フリードマンあんまり見たことないんですけど、でも彼のプレイはすごく個性的で面白いなと思ってて、メロディーメーカーとしても個性的なんですけど、弾き方がね、すごく独特なんですよ。なんかピックの持ち方とかが、なんて言うんだろう。僕もよくピックの持ち方変だって言われるんですけど、マーティ・フリードマンは変じゃないんですけど、独特なんですけど、すごくね、他のギタリストと比べて面白い弾き方をするんですよね。そんなマーティ・フリードマンさんなんですけど、2003年に日本に来て、以来ずっと日本に住んでるんですよね。奥さんも日本人で。でね、日本人と結婚したから日本にずっと住んでるっていうわけでもなくて、日本が大好きなんだっていうわけですよ。で、ブラバーマウスの先週の記事によれば、もうすごい長いこと住んでるんで、音楽活動だけじゃなくて、確かね、どっかの学校で教鞭も取ってるんじゃないのかな。教えてると思いますよ。日本文化みたいな。
外国から見た日本文化についてみたいな。ちょっと記憶定かじゃないんですけど。で、彼なんかは、うちのケインと一緒で、もう20年近く住んでるんですよね、日本に。で、彼と、うちのケイン比べると、日本語力が雲泥の差なんですよ。これ何なんだろうなと思ってね。マーティ・フリードマンさんは、ものすごく流暢に日本語を喋るわけですよ。結構難しい言葉とかも知ってて、テレビ番組とか、それからあとは YouTube のコンテンツとかで喋ってるのをよく見るんですけど、結構難しいフレーズとか、あと、慣用句とかね、すごくご存知なんですよね。びっくりしちゃった。で、日本の文化とか日本の音楽が大好きな人で、何もハードロックやヘビーメタル、スラッシュメタルとかだけじゃなくて、アイドル系のから演歌まで幅広く彼は聴いてるんですよね。で、それを見事にですね、ギターでも再現してたりとかして、彼がコラボレーションで演歌に合わせて弾いてるギターなんか痺れますよ。で、彼がそのインタビューで言ってるのは、自分が日本に来た時には、右も左もわからなければ、言葉なんか何にも、一言も日本語喋れない状態。相手が何言ってんだかわかんないし、自分も伝えたいことが伝えられない状況で、もう体一つで日本に飛び込んでったっていうんですよね。で、何年も何年も経って、ちょっとずつ、わかるようになったり、あと周りから教えられたり怒られたりしながら日本の文化とか習慣とかそういうのを身につけていったっていうんですよね。もう本当に体で学ぶっていうそういうのをずっと何年も繰り返してて、日本語はペラペラになったし、日本の奥さんももらって普通にテレビのコメンテーターとしても活躍してるっていう感じですよね。で、彼曰くそうやって身につけていくある時から日本語で夢を見るようにもなったって言うんですよ。で、そうなるともう自分も長年日本に暮らして日本語もペラペラになって日本の生活に馴染んでですね、自分も日本人の一員だっていうふうに思えるぐらいまでなったんだろうというふうに取材の中では聞かれるんですけど、彼曰く、いや、そんなことはないと。絶対に僕は日本人になれることはないんだ。で、しかもそうじゃなくていいんだと。別に英語圏に限らず、しかも日本という国に来るっていうのにも限らず、海外に拠点を移して長年経ってその国の文化や習慣に馴染んでですね、もう同じコミュニティの中で何不自由なく暮らせるようになったとしても、マーティ・フリードマン曰くその国の人になりきるっていうのはありえないし、自分としても距離をある程度置いて、自分は自分、この国の中で何不自由なくコミュニケーションを取ったり暮らしたりする、それができるっていうことと、その国の人になるっていうのは全く別物だし、そういうことを望んではいけない。彼は時々実家に帰るそうです、アメリカのね。で、実家に帰ると随分時間が経っているから様変わりはしたんでしょうけど、でもやっぱり、ああ、家に帰ってきた、安心するっていう感覚を大いに味わうらしいんですよね。特に日本だと言葉が全く構造から違うのと、文化も大きく西洋と違うところがまだまだありますし、マーティ・フリードマン曰く、まあそういう違いを楽しみながら日本で生活しているっていうことらしいんですよね。そういう面で言うと、うちのケインも言葉こそ話しませんけれども、もう20年以上日本に住んでいて、で、スリースレッズに加入する前から何不自由なく暮らしてたみたいなんで、さすがだなぁと思うんですよね。そういうところを見ると。言葉は喋れないのに、意思の疎通はちゃんとできてたってことですからね。時々でもね、危なっかしい時あるんですよね。タクシー乗ったりとか、行き先とか、自分のしたいこととかを、ちゃんと表現、日本語でできないと、結果が伴わないものってあるじゃないですか。ああいうのはね、彼大の苦手なんですよ。で、この間、スタジオの帰りにちょっと飲んだんですけど、ケインも僕もタバコを吸うのね。で、タバコが切れちゃったんで、試しにケインにちょっと買ってきてくれって言ったら、ものすごい時間かかったけど、買ってきましたよ。僕とケイン、本当は数銘柄違うんですけど、多分、もう、疲れちゃったんだろうね。僕と同じ銘柄買ってた。まあ贅沢を言えばね、キリがないですけど、マーティ・フリードマンさんのように、日本が大好きっていうだけじゃなくて、言葉も文化も全てを熟知して、なんなら僕ら日本人よりもよく知ってるぐらいのところまで来てると思うんですけど、まあそれぐらいのレベルに
うちのケインもなってほしいなって思いますが、まあただここまで一言も日本語を喋れずに立派にやってこれたっていうことは、何かしらやっぱり本人の素質があるんだろうなと思います。まあケインがよく言ってるのは、音楽っていうのがそのパワーの源だって言ってるんですけどね。音楽は言葉がいらない、月並みですけど、言葉が通じなくても音楽でつながることはできるし、音楽で人の心は動くことだってあるんだというふうに彼は信じて疑ってませんし、まあそこはスリースレッズ全員全く同感なんですけど、自分のタバコぐらい買えるようになろうぜってちょっとね思ったりしますが、ビールは頼めるんですよね。マーティ・フリードマンさんはね、こうも言ってますよ。周りに日本語しかない環境で暮らしていて、やがて夢を日本語で見るようになったり、日本の文化や習慣にも馴染みが出てきて過ごしやすくはなるんですけれども、どんなに長く暮らしてても自分が外国人であるっていうだけでコミュニケーションをしてくれなかったり、意地の悪い対応をされたりっていうことはよくあるんだと。でもそれはもう気にするものじゃないんだと。アメリカにいたってフランスにいたって意地の悪い人はいるんだと。で、彼らの多くは単純に自分たちの民族じゃない人が急に現れて、外国の人たちになんか踏みにじられる感じ、侵食されてる感じっていうのを恐怖として受けたりする人たちも中にはいるから、そういう意地悪をされたり対応してもらえなかったりっていうのを一つ一つ挙げつらって気にしたり文句を言ったりすることはやめた方がいいよと。自分もそういう目に遭ってきたけれども、これが自分の母国だったとして、やっぱり母国にもそういう人たちはたくさんいるよねと。なのでその国の言葉や文化が好きになって、そこに住みたいと思って住んでいても、いつまで経ってもそういう目に遭うことは必ずあると。それをマイナスの経験とは捉えないで、そういうこと含めて楽しんでしまおう、そういうことを彼は言ってるんですよね。カルチャーショックっていうのはありますかっていう話に対しても、マーティ・フリードマンは、みんなが言うそのカルチャーショックって、自分の知っている信じている文化と違うことによる衝撃っていうのは、それはたくさんありますと。ただショックっていう言葉は使いたくないと。そういった違いも含めて学びのいい機会だっていうふうに思うようにしていると。それが日本に長く親しみながら楽しみながら住む秘訣なんだと彼は言ってるんですよね。こうやって考えてみると、ケインも言葉はできないけれども、もう思う存分日本を謳歌してますからね。立派だなぁと思うよね。そういう意味では。僕らスリースレッズの歌って英語なので、海外のオーディエンスも一定の割合はいるんですよね。で、たまにやっぱり応援してくれたり、日本のことを聞いてくれたりしてるんですけれども、みんなね、日本に興味津々ですよ。やっぱり今の世も日本はとっても特殊な文化、お国柄っていうような位置づけで理解されているし、こんな世の中になってもやっぱり日本にまだ全然来れていない人たちの方が多いわけで、飲食とか製造業とか日本から発信して世界に誇れるものっていうのがたくさんこんだけあって、みんな不思議に思ってたり、みんな興味を持ってるんですよね。マーティ・フリードマンのように長く日本に住んでいて、それをちゃんと伝えてくれる親善大使みたいな人がもっとたくさん生まれるといいなと思ってるし、ケインもそのうちそんな一人になってくれるんじゃないのかなって思ってます。ロックブラッドシーズン3第14話いかがでしたでしょうか。ミューディアムービーグランプリも決勝に上がれることになりましたし、来月はライブがあり、やっとスリースレッズもペースを上げて活動ができるようになってきてるかなと、ちょっと兆しが見えてきたかなと思ってます。次回また明るい話題をご報告できればなと思ってますんで、皆さん期待してお待ちください。ご清聴ありがとうございました。Just go!